はい。ということで、東京ゲームショウが今ちょうど終わりました。っていうことですので、今から後半の動画を撮っていければなと思ってますね。さあ、東京ゲームショウ、皆さん、感想はいかがでしょうか？もしよろしければ、コメント欄に皆さんの感想だったりとか、意見だったりとか、これからの希望だったりとか、ぜひ好きに書いていただければと思いますね。本当に何でもいいので、皆さん、本音を書いてください。よろしくお願いします。さあ、そういったところで内容に入っていきましょうか。で、もちろん皆さん、何について話していくかというと、東京ゲームショウでの情報についてですね、新たな情報がいくつか出てきました。新鮮な情報がたくさんありますよ。ですので、そこについて深掘りして考えていければなと思いますね。では、簡単にですがメモにまとめてきたんで、今日はこちらに沿って話していければなと思います。そして、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからもモンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、話していきましょうか。では、まずですね、サンブレイク。こちらについて話していきましょうか。ついに来ましたよ、確定モンスター。将軍刻み。まあ、これに関しては、正直に言いますよ。予想外だった。本当に予想外でした。え？君が出るの？って感じだった。いやー、本当にね、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、びっくりすぎてさ、え？ってなりましたね。自分の予想だと、イビルジョーとか、ないしは近畿モンスターとか、それこそ、過去作のメインモンスターとか、そこら辺が出てきて、一気に会場を沸かせるもんだと思ってたから、まさかの将軍刻みでびっくりしましたね。あ、そっち行ったのみたいな。久しぶりじゃねえかと思ってびっくりしましたね。まあ、ダブルクロスでも出てたから、まあ結構馴染み深い方も多いのかな。どうなんでしょうか。まあ、とりあえず、将軍刻みが内定しました。おめでとうございます。まあ、ありがたいっちゃありがたい話ではありますよね。そして、将軍刻みが今回登場したっていうことで、残りの2体のカニモンスター、センガオレン、大名ザザミ、こちらも追加の候補に上がってくるのかなと思いました。まあ、特に将軍刻みだけ追加されるっていうことはおそらくないと思うので、少なくとも大名ザザミもセットで追加されるんじゃないかな。まあ、映像自体は将軍刻みだけだったんだけど、おそらく大名ザザミも内定じゃないかなと思いますね。あとはシェンガオレンかな？シェンガオレンってさ、結構特殊じゃないですか。あれマジでさ、特殊モンスターだからどうなんだろう。まあ、超大型モンスターに分類されていて、なおかつ大規模な砦がフィールドになるんで、結構大掛かりになるんですよね。まあサンブレイクで追加されそうな感じもするし、どうなるんだろう。まあ百竜夜行がどうなるのかっていうところも気になりますからね。まあそこの立て付けであったりとか、設定の問題とか、そこをクリアしていかないといけないんで、シェフガオレに出るのはちょっと難しそうな感じはするんですけど、ただ可能性としてはゼロじゃないのかなと思いました。シェンガオレン仮に出るとしたら何年ぶりだこれ。相当昔ですよね、出たの。多分、セカンド G とかだっけ？最後に出たのって。どうでしたっけ？覚えてねえわ。もし覚えてる方いらっしゃいましたら、コメント欄にコメントください。ちょっとね、今生放送終わったばっかりで、シェンガオリンについては調べてなかったわ。はい、まあ、とりあえずそんな感じですと。で、あとはですね、公式生放送で、このような文言がございました。他にも多数復活モンスターを準備してますみたいな、まあ、そういった書かれ方がしてましたね。っていうことで、まあ、クロスからダブルクロス、めちゃくちゃボリュームが上がったと思うんですよ。それこそね、モンスターが一気に増えたと思うんですよね。あの頃みたいに、サンブレイクも過去モンスター中心に一気にドバッとね、ボリュームが増える可能性あるのかなと思いました。もちろん新モンスターも増えると思うんですが、どちらかというと過去モンスター中心になりそうな感じがしましたね。皆さんはどう思いますか？僕はね、なんか話を聞いてたら、なんかそんな感じがしたんだけど、どうなんでしょうかね。まあ、とりあえずね、サンブレイク確定モンスターとしましては、将軍刻み内定ということで、こちら決定してますと。まずそういったお話ですね。で、次、他社コラボ。ちなみにね、カプコンコラボ第5弾に関しては別途他の動画で語ってるんで、もし気になる方はそちらの動画もご確認していただければと思いますね。ではまず、他社コラボっていうことで、ソニックコラボが確定したわけなんですが、まあ、これっていうのは、まあ、結構重要かなと思っていて、なぜ重要かというと、このソニックコラボっていうのが、モンスターハンターライズにおいて、実は初めての他社コラボになるんですよ。今までの作品だと、当たり前のように他社コラボが行われていたわけなんですが、ただこのモンスターハンターライズ、今の今まで一度もなかったんですよね。カプコンコラボはあったんだけど、他社コラボが一切ゼロだったんで、すごく僕自身も心配してたんですが、今回ね、改めてソニックコラボ決定したっていうことで、これは本当にね、おめでたい話だと思いますよ。しかもこれっていうのは、他のコラボがある可能性が高いことを示唆する内容なんで、そういった意味でも、かなり重要な位置づけになってるのかなと思いました。さすがにね、ソニックコラボだけで終わるっていうことはないと思うんですよ。他にも他社コラボ、準備されてる可能性が極めて高いと思うんで、これは期待できる情報じゃないかなと思いました。言ってもね、他社コラボ、一回ソニックコラボがあって、そこからまた数ヶ月空けて他社コラボになる可能性が高いと思うから、次回は多分2月とか3月とかになるんじゃないかな。1月の可能性もあるけど、ただ年末年始挟むからな、どうなんだろう。いいや、とりあえず他社コラボ、今回無事決定したっていうことで、個人的には大きな一歩かなと思いました。おそらくサンブレイクでも他社コラボ実装される可能性が高いと思うんで、ここについても非常に期待しております。はい、ということで次、重要な内容っていうところなんですけど、こちら本当にかなり重要な話になっております。で、まずですね、生放送で神楽の里から他の拠点に向かうところからストーリーは始まると、そう公式さんがおっしゃっておりました。こちら公式発言になります。っていうことは、神楽の里を旅立つみたいな、そういったシチュエーションから、このサンブレイクの物語は始まるっていうことですね。新たなストーリーの幕開け。これはかなり期待できるんじゃないでしょうか。出だしが非常にいいですね。まさに旅立ちの日に。逆に言うと、これっていうのは、現在の神楽の里の伏線は、モンスターハンターライズ、今作で回収される可能性が高まったのかなと思いました。もちろんですね、新しい拠点と神楽の里、行き来することができると思うんですが、ただメインストーリー自体は、神楽の里とは全く異なるところから始まるということが、この度改めて決定したんで、これはね、ほぼ間違いがないのかなと思いました。ですので、逆に言うと、今のこの神楽の里、様々な伏線を抱えてるわけなんだけど、それをサンブレイクで持ち越すっていうことはないのかなと思いましたね。それこそ手記の伏線であったりとか、ゆくも村の件であったりとか、あとはロンディーネさん関連のことであったりとか、いろいろあるんですが、あとよもぎちゃんとかもそうなのか、いろいろあると思うんですが、そこら辺の伏線っていうのは、サンブレイクが出るまでに回収されそうな感じがしましたね。よもぎちゃんに関してはサンブレイクまたいできそうな感じがするんだけど、そこについてはちょっとわかりませんね。あと、ロンディーネさんについてもそうか。ここら辺は多分サンブレイクまたいでくるんじゃないかな。あとはロンディーネさんについて、今回言及はありませんでしたね。神楽の里から他の拠点に向かうということが今回、公式の口から明かされたわけなんだけど、ロンディーネについては言及はなしっていうことなんで、まだこのロンディーネさんが絡んでるかどうかっていうところは不明なところですね。少なくとも絡んでる可能性が極めて高いと思っているんですが、今のところは不明っていうステータスになっております。さらに新キャラの話もなし、それプラスメインストーリーの頭出しもなく、なんでその拠点に行くことになったのか、そこについての話もありませんでした。そしてゆくも村についても言及はありませんでしたね。もしかするとロンディーネが絡んでるかどうか、そこについて今回明らかになるんじゃないかなと思っていたんですが、いやー、まだ伏せてくるかっていう感じでしたね。ちょっとびっくりしたわ。そもそもメインストーリーのコンセプト自体が和風ではなく洋風であるっていうことが映像を見てるとなんとなく理解はできるんですが、ただ一方でなぜその拠点に向かうことになったのか、そこがね、本当に気になってる。なんでそもそも行くことになったのか、どういった事件が発生しているのか、あのメインモンスターはどういった役割があるのか、どういった影響を及ぼしたのか、そこについて非常に気になってますね。ただ少なくとも今回ですね、神楽の里から他の拠点に向かうところからストーリーが始まるっていう公式の発言だったりとか、あとは大名ザザミが今回登場すること確定したんで、ここについては本当に大きな一歩だったのかなと思いました。少ない情報ではあるんですが、この2つの情報によって様々なことが考えられるんで、個人的には良かったのかなと思いましたね。とりあえずモンスターハンターライズ、サンブレイクが発売するまで、約1年間続くわけだから、ライズの伏線も多数あるんで、そこがね、いかに回収されていくか。それプラス、大型アップデート、バージョン 4.0、5.0、果たしてどうなるのか。そこが個人的に気になってます。なんかね、バージョン 4.0 と 5.0 は、追加のモンスターだけで、メインストーリーは一切ないだろうと思っていたんだけど、もしかするとメインストーリーも何らかの形で絡んでくる可能性もありますね。まあ要するにメインストーリーが動くみたいな感じかな。まあ一応百竜夜行が完結しましたと。まあ設定上はまあ完結しましたっていう形になっているんですが、そこでエンディングが流れて、一旦神楽の里の物語は終わりですみたいな感じになったんだけど、ただバージョン 4.0 で、例えば、ゆくも村に生きるようになったりとか、バージョン 5.0 で、手記の伏線が回収されたりとか、例えば脈動の部分ですね。溶岩洞の脈動の部分。あそこが回収されてもおかしくはないのかなと思いました。まあメインストーリーに絡んでるかどうかって言われるとちょっと難しいところなんですが、若干メインストーリーに動きが見られそうな感じはしましたね。まあ今回の東京ゲームショウの新情報を見て、僕が個人的に感じたことなんですが、まあ参考程度に受け取っていただければと思いますね。まあとりあえず、今回の東京ゲームショウ、昨日上げた動画と含めて、ぜひ楽しんでいただければと思いますね。はい、まあとりあえず今日の動画はこのあたりで終わっていきましょうか。まあ他にもね、ちょっといろいろ語りたい内容があるんですが、これ以上語ってしまうと、話がまたごちゃごちゃしちゃうんで、サンブレイクで登場しやすそうなモンスター、改めて考察するっていうのと、なおかつ、サンブレイクで復活しそうなフィールド、そこについてもこれから考えていければなと思っております。ですので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。